さんこんにちは、エキスパースの吉香です。はい、皆さんこんにちは、石井篠香です。2日続けて速報でアデレードの件をお伝えしているんですけれども、本日もですね、新しく最新情報が入りましたのでカメラを回しております。はい、実はですね、この2日間の感染拡大というところを受けまして、11月の19日、明日の木曜日ですね、アデレード時間の午前12時1分からですね、6日間のロックダウンが決定いたしました。本日午後の2時ですね、こちら現在で新感染者数というか2名いらっしゃるんですけれども、こちらどちらもですね、10代の方らしいですよね。はい、でアクティブケースも35名というところで、やはりちょっと以前よりかは人数が多いっていう数をですね、記録している感じになっております。アデレード市 の図書館だったり、ノースアデレードゴルフコースなど その一部の施設っていうのはですね、本日の営業終了とともにクローズっていう風になっております。またその全ての学校だったりとか、レストラン、ジムとかはですね、今夜の午後11時59分からクローズっていう風にアナウンスがされております。で、まあ、こういうところを受けまして、先ほどちょっと動画を載ってたんですけれども、パニックバーイングですね、ちょっと買い占めみたいなところの動きがかなり今の段階から行われてるみたいで。そうですね、はい、まあ、本当にやっぱり対応が早いっていうのがすごくいいんだけれどもね、まあ、この中で早く囲い込んで、この状況の中でね、もう収束に向かいたいというところがやっぱりアデレード州政府としてもね、非常に大きな目的とか目標にもなるし、それはもちろんそれが全土にとってもね、大事なことにもなるので、まあ、逆にね、他州がね、すごくうまくいってるところで、まあ、ビクトリアももうだいぶ大丈夫になったし、シドニーも大丈夫になったし、それでもあとアデレードがね、今こうなってはいるけれども、この短期間でグッとね、まあ、大変ロカ6日間かな、6日間ですね、ロカップダウンにはなるけれども、まあ、この期間でもう本当に収束に向かえれば、まあ、リスクも大幅に減らすことができるし、はい、まあ、なぜ今回市内感染が出たっていうところなので、市内感染が出てる以上はやっぱりロックダウンだったりとか、まあ、その残念、それ様子見るにしてもこの間でも広がっちゃってるっていうことはね、十分あり得ることなので、こっちの幸いとしては、まあ、その17名出た時もそのうち15名がね、まあ、同じ親族の方からっていうところでもあったんで、そんなにわーわー17人別々 の、ね、市町村からだとかそういうんじゃないんで、まあ、なんとか今のうちに囲い込めば、まあ、逆に6日後7日後に関してはね、はい、もう早くも平常に戻ったっていうことも十分期待できるというところで、まあ、この強行措置というかね、はい、迅速な対応という形になったと思いますね。そうですね。で、あと屋外ではですね、そのマスクを必ず着用してくださいというふうにアナウンスされておりますので、まあ、アデレードにいる方気をつけてください。はい、で、まあ、この2日間でですね、1万1000人の方がコロナの検査を、まあ、受けているっていう形になりますので、まあ、今後またその陽性反応っていうのが、まあ、増えるかもしれないんですけれども、まあ、こちらのエキスパースニュースでも最新情報が入り次第速報という形でお伝えしていければなと思っております。このニュース関連流れたみたいだけど、はい、今から今日見てくれてたけど、普通に机ね触って、でコロナの人が触って、それを次の清掃員の人かなが触って、はい、次の人が触ってで、これで感染したって可能性が極めて高いらしいんでね、そのコミュニティスプレッドの中でも。っていうことはその空気感染じゃなくて物を触ってっていうところなんですね。なので、まあ、うちもねこのオフィスのこの机そうですけど、はい、毎回誰か座ったら、まず吉川さんだったりとかね、ミカの方で必ずサラタイズって書いて消毒をしてから次の方を迎えするっていう感じをしてるんですけども、はい、例えばバス乗った、電車乗ったとか、釣り革触った、触らないわけいかないからさ、日本の地下鉄なんか特にさ、はい、まあ、触ったりしたら、家帰ったら、もうすぐに手洗い、うがいもして、なるべくね、着た服とかもそのままの洗濯機入れて、はい、で着替える、まあ、そのままできればお風呂入るぐらいの感じがいいというふうにさえ言われてるので、はい、多分今、アデレードの方はね、そういった心がけを特に強くされてると思うし、まあ、パースは今のところまだね、そういったコミュニティスプレッド、アデレードのコミュニティスプレッドの影響、市内感染の影響がこちらでは出てはいないけれども、はい、皆さんちょっとね、気をつけてる人は結構多いと思うし、そうですね、ここの仕掛けとかお店入るのをプッシュしてる人の数が多く、今日ちょっと市内に行ってきたんですけど、感じた面もあったので、まあ、そういう意識がけ、心がけのところはね、非常にどこであれ大事になると思いますから、ぜひこの機会にまた再度自分に対してね、言い聞かせて、この危険を乗り越えてほしいなと思ってます。はい、ではまた最新情報が入り次第こちらのエキスパースニュースでお伝えしていきます。また次回のエキスパースニュースでお会いいたしましょう。失礼いたします。失礼します。